こんにちは。うす。今回は日向坂46の11作目のシングルのフォーメーションの感想を話していくよ。センターは正源寺陽子です。おめでとうございます。ちょっとだけメンタルが大丈夫か心配になります。持ち前の負けん気で頑張っていってほしいけど無理はしないでください。なお予想動画の高評価率は 55% でした。ご視聴、コメント、高評価、低評価ありがとうございました。ところで Chrome のアドオンで見れる低評価の数は0ですね。低評価予想って当てにならないね。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、4期生たち。2、高本彩香、高瀬真奈、浜岸日和、3期生。3、2部あかり、ど真ん中。4、正源寺陽子。最初は1、4期生たち、ね。メンバーはちょっと違いましたが、予想と同じく5人が選抜入りしたね。1期生が6人、2期生が7人、3期生が4人、4期生が11人だからね。5人ぐらい入るでしょう。3期生は特別として、期別構成は美しいピラミッドだよね。一番新しい期の人数が多いのが普通で、そこからの選抜参加が一番多いのが普通か。3列目は平尾ほのかと山下遥でした。平尾ほのか、山下遥、選抜おめでとう。平尾ほのか、山下遥、選抜おめでとう。X で見たはるはる、間に合った。ってポストが印象深い。あんた、気になったポストはいいねする癖つけときなね。嘘と思う人はいないだろうけど、ポストの画像を貼らないと信憑性は下がるよ。オールマイティだけど爆発力を感じないから、平尾ほのかと山下遥は中間的な立場になるかなと思ってたので少し驚きました。ひなあい見てると納得もするんだけどね。山下遥は前に出る落ち着きのない面白さがあるんだけど、記憶に残る印象としては大人の落ち着きなんだよね。山口春代の話に引っ張られてるだけじゃない？平宝子と平尾ほのかも選抜入りです。私がはっきりと平尾ほのかを意識したのは新参者ライブで見たロッククライミングかな？いいけど、また山口春代ですか。山口春代はどこにでもいると思ってください。平尾ほのかは山下遥と同じく大人のイメージある。はしゃいでる藤島かほや正源寺陽子を温かい目で見ているような。2列目には藤島かほと宮地すみれだね。おめでとう。藤島かほと宮地すみれ、おめでとう。宮地すみれは各種パラメータも高そうなんだけど、固有スキルがすごい。からの玉座になっているブリッコ道を突き進んでるね。日向坂46のブリッコって頭がいいイメージあるんだよね。TPO を見極められるからこそブリッコができるというか。で、どうやらとっても優しい子らしい。さらに小坂直が大好きで、小坂直が自分の話を始めたら本気で照れるという。見てて楽しいタイプだね。もう一人の2列目は藤島かほ。あんたが予想したセンターさんね。正源寺陽子との2択で私が好きな方を選んだので悔いはないです。前回の動画で語ったのであまり言うことはないかな。もう一度話していいのならひなり派のパフォーマンスが本当に大好きです。どんな時でもウキウキしながら全力で体を動かしている姿が大好き。次は2、高本彩香、高瀬真奈、浜岸日和、3期生、ね。まずは高本彩香、高瀬真奈、浜岸日和。1期生、2期生で選抜ではなかった3人です。なかなか、厳しいことになりましたね。それぞれに熱烈なお日様はいらっしゃいますが、人数の勝負になってしまうとなかなか、ね。アンダー曲やアンダラはあるのかな？名前は変わるかもしれないけど、アンダー曲はあるかもだけど、アンダラはどうだろう。3期生4期生と合わせて考えることができるけど、ちょっとお客さんの入りが計算できないね。乃木坂のアンダラって握手会の後にパフォーマンスするところから始まったんだ。そこまでじゃないかもしれないけど、新参者ライブを公演した900席のミラノ座の2日間からスタートかな？ちょい厳しく考えてるのね。ゼプとかは？ゼプダイバーして東京が2500席。この間、桜坂46のバックスライブが使ったところなんだよね。何もわからない状態だとちょっと大きいかな？厳しく考えているというよりは数字が読めない。900席の2日間なら埋まるかなと。そこから大きくなっていけばいいさ。ところであんたは応募するの？もちろん。山口春代と石塚玉城を見れるならもう大満足。山口春代の推しタオルを持って参戦するよ。おっと、ごめんマリサ。古いタオルで子さんアピールするんじゃなくて、新しいグッズを買って貢献した方がメンバーは喜ぶよ。ついでに運営も。そして、3期生。上村ひなのが選抜です。こちらはこちらで厳しい。新3期生が1人も入らなかったね。
人気通りといえば人気通りなんだ。新3期生の3人は3列目から一度も上がれなかったからね。それでも1人は残すと思ってた。あんたはそれを森本マリーと予想したわけね。新3期生的に選抜に1人いるだけで選抜とアンダーの間にある壁の厚みが随分違うと思うんだ。より希望を持って頑張れると思うんだよね。で、上村ひなのも3列目です。前のシングルでセンター、アルバムリード曲でもフロント。今回は3列目。キャプテンもセンターから3列目に下がりましたが、上村ひなののそれとはちょっと意味合いが違うでしょう。上村ひなのの方は楽曲のイメージ的に下がった方が良かっただけだと思いたい。次は3。2部明かり、ど真ん中、ね。裏センターは2部明かりです。裏センターがパフォーマンスの肝であり背骨だよね。復帰したばかりの2部明かりだけど、任せて不安はないよね。それもそうなんだけど、もう一つ驚く点が。何よ？もったいぶるね。前後ろ左右の周りが全部4期生なんだ。あ、ほんとだ。ど真ん中だ。4期生が不安になったり、困った時に2部明かりを見て心を立て直すことになるのでしょう。なんだかぴったりな感じがするね。不安になった時にきちっと立っている先輩を見たら気持ちを立て直せる。2部明かりはそういう背中で見せるタイプじゃなくて、ニコニコしているのを見て安心させるタイプだよね。2部明かりらしく4期生を引っ張ってほしいね。選抜発表の時に証言寺陽子に寄り添う2部明かりも印象的だったね。ワンチョイスで代理センターだった証言寺陽子。動画の中の踊る2部明かりを何度も見つめてきたことでしょう。その2部明かりがそばにいれば心強いでしょう。と思うのはストーリーを作りすぎかな？ちょっとやりすぎじゃない？それでは最後4。証言寺陽子、ね。証言寺陽子、センターおめでとう。証言寺陽子、センターおめでとう。藤島かほと予想しときながらなんですが、やっぱり証言寺陽子でしょう。決め手は M ステでの代理センター。あの時点で確定していたんだと思います。ただちょっと気になっているのはメンタル面。M ステでタモさんとのトークでも緊張してたし、パフォーマンスで体を動かしていても動きの硬さが最後まで抜けなかった。今回のインタビューでも気持ちが追いついてなくて無表情で目がうつろになってたね。照明の当たり方もあるのかな？顔が真っ青じゃん。でもね、そのインタビューの映像の最後の目はものすごい強い意志を感じた。この負けん気は才能だよね。そばには小坂直と金村美久、振り返れば同期と2部明かり。肩の力を抜けと言っても無理な状態だと思うけど、周りを見てほしい。頼りになる仲間がいっぱいいます。自分の内側とだけ会話することなく不安を外に発散してほしい。文章にできなくても、くっついて何も言わなくてもわかってくれます。単語だけを並べても先輩たちはきっとわかってくれます。聞いてくれます。証言寺陽子、頑張れ。証言寺陽子、頑張れ。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価を押していってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。